ただいま8時です。雨上がりの朝です。9時15分、衣替え用の 全部捨てるらしいです。ただいま11時6分です。ちょっとお出かけ、クリーニング250円でクリーニングやってます。ワンデーサービス、12時から翌日の12時まで。風強いな。クリーニングする用の服入れてるのは大概このベニーモタルトのカバンです。そろそろまた沖縄潜りに行きたいな。11時29分、あのね、仕事用の靴がボロボロなんで、ちょっと新しいの買おうかなと思います。場所はね、シューズアレンド、ご存知の、ビジネスシューズなんで、多分この辺かな。3000円ぐらいの安いやつやねんけどな。なんかシューズアイランドで、本革で5995円のやつが売ってるらしいんで、それを買おうかな。ほんまに本革かどうか分からへんけど、本革って書いてあるの。本革、ちょうどこれの裏にあるから、これ買おうかな。ちょうどこの紙の後ろにあった靴、ちょうど27センチでサイズが合うんで、これ買おうと思います。と思ったけど、サイズが違うな。こっち27で。こっち26やん、はい、こっち27でこっち26。ああ、少々待ってくださいね。間違ってるみたいです。27、2つ揃えました。これ買います。両足27センチで確認しております。誰がいい、私も。この辺お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。すいません、この辺もありがとうございます。またお越しくださいませ。え、こっちの可愛い、これ、この可愛い、これなんで可愛いかというと、この裏がいい、見せて裏。中敷き、見せて中敷き。ほら、なんかこれ可愛い。これ買うべきやで。あと1000円安かったらええんで。それ買うのやろ。終電ちょっとポイント貯めてな、俺のポイント。あれ買いました。11時57分。ママちゃんが買った靴を一生懸命見てます。良さげに見てます。きっと気に入ったんでしょう。いや、履きやすいからな。履きやすさが一番や。おっちゃん駐車めっちゃ遅い。12時10分ユニクロ水着買う、はい、ユニクロの水着ってシンプルしすぎてわしは思わないわ。もっと派手な、ここが紐やからウェット着た時食い込みパンツの方がよ。ユニクロ大渋滞、動画なんか撮れません。一瞬だけこれと思うけどな。これめっちゃ似合うんじゃん。これか元のやつ一緒かな。今12時29分、ちょっとユニクロ寄ったけど、休みの日のユニクロはなんでこんな人多いんやろうね。そない服みんな買うんかな、不思議やわ。まとめ買いセールやってる。まとめ買いセールか、うん。12時43分、結局飯はこの前滋賀で行った星野コーヒーいうとこが良かったんで、ご飯食べてみようと思います。風強っ。行ってみようと思います。結局人がたくさんいるから、またカメラは停止やな。人の顔映っちゃうよ。普通にご飯食べる、この辺の。これなんやろな、スフレドリア。スフレドリアでいいけどな。こっちかこっちか、どっちしよう。悩み中。ハンバーグプレートお願いします。ハンバーグプレート、それと星のコーヒー、星のブレンドコーヒーおかわり半額ですね。ブレンド目2杯目以降が半額か。で、一応星のブレンド、これが星のブレンドです。彦星ブレンド、織姫ブレンド、カフェインのないコーヒー、アイスコーヒー。繰り返すとコーヒー券も発売します。コーヒー券2000円、お、3000円券もある。こんなにしょっちゅう星のコーヒーに来ないからな。インスタ映えするかな思ったらそうでもないな。これママのやつ普通やな。インスタ映えのかけらもせえへん。保管所2220円、なかなかのもんやな。1時24星のコーヒーでご飯食べてみましたけど、まあ俗に言う喫茶店にあるご飯って感じやな。なんか新しい道の駅ができてるみたいなんで、ちょっとやってみよう。これか、これや、今夜満タンや。
新しい道の駅できてますわ、こんなとこへ。ちょっとプラプラとしてたらなんか新しい道の駅できてるんでちょっと寄ってみました。ね、なんか知らんけどよく見た名前の道の駅ですよ。アスカテクルデって書いてありますわ。アスカテクルデ河内長野店いつものやつや。なんか屋台みたいなとこいっぱい出てて楽しそう。スリランカタイニー、焼きそば、ワイン、マザーズデー、なんかおしゃれなのがいっぱい。これ何やねん、似顔絵コロキ。うわ、俺さっきのタンドリーチキン食えばよかった。なんかステンドグラスとかいっぱいやってんで。中見に行こうかな。中見に行く、まあ、全部手作りかな、これ。これうまそう。中何もいなさそうやな。いつものアスカテクルで、ちょっと人だらけなんでモザイクするの大変なんで動画はこれにて終わり。もうカゴ持ってるやん、ママ。じゃあレモン買おうと思ったけど高いね。美味しそうやな、これも。ドライフルーツやな。ベビーリーフ。いやここで回復したかったママ。本菓子弁当好評ちゃう。お惣菜何にもないやん、もう。生ニンニクあるで、生ニンニク。そうな、ヨモギ。あ、わらび売ってる、わらび。わらび売ってる、わらび。熊本県から。島根県買おう？島根県買おうか。2個ほど買う？アイスランド。アイスプランド。ちゃんとイートインコーナーも。ありますわ。途中でなんかレストランかなんか寄らんと、ここで買い食いしたらよかったわ。食べたいもんいっぱいあるわ。ただいま2時11分、アンパンマン。さて、なんか食べようかな。買い食いするにしても、そこのお肉食べたくない。チキンカレーの弁当か。それ単品で食えるわけじゃないね。揚げ春巻き。ピッツァも売ってるで。すげえうまそう。マルゲリータ1000円。ここはパン屋さん。ちゃんとこうやってチャリンコことを作ってくれてるやん。チャリンカーなるかな、わしも。自転車、サイクリングをしてる人にも優しいね、この道の駅。そうですね、言われても。道の駅の名前は、南川黒丸の里って書いてあるわ。いつできたんや、こんで。比較的新しいんかな。最近この辺県か分からへんわ。この中も大にぎわい。お似合いです。つまり、撮影困難です。もういっぱい人が映り込むんで無理ですね。でも美味しい塩パンとか売ってる。なんか買おうや。決めた。揚げ春巻き食うか。揚げてんで。でもお腹いっぱいないな。なんかその辺のジェラートいらんしな。ピザとかや。ピザとかやもんな。ちゃうね、タンドリーチキンみたいなやつ食べたいねんけど。中野でもいいし、これはだって全部ピザやもんな。チキン春巻き、スリランカの揚げ春巻き。揚げ春巻きする？一個ずつ食う？一個よう食べられへんかも。半分ずつ。半分しようか。半分。分かるか。じゃあこのスリランカの揚げ春巻き一個ずつ食べてみます。かしこまりました。きっとうまい。きっとうまいと思う。美味しいですよ。チキンカレー500円になるやん。失敗した。食べんときたかった。揚げ春巻き買ってみました。どっか座るとこないの？向こうの部屋なんだ。向こうの部屋行ってみる？さっきのイートインコーナーでしょ。どこがイートインコーナー？あった？さっき、ああ、そっち行こうか。そこでも行けば中へ入れるかな。逆から入らないと、地下入ってくるまだなんか。そうなん？出口専用なの。食べる場所がないんで、さっきのイートインコーナー行って春巻き食べてみます。ここのイートインコーナー誰もいねえじゃねえか。春巻き、あそこにドリンク売ってるけどな。コーヒー売ってたっけ。コーヒー売ってるんで、コーヒー買います。これがスリランカ揚げ春巻き。中何入ってるって言ってたっけ。牛肉とじゃがいもとスパイス。ちょっといただいてみようか。硬い言うてますけど、別に悪口言うてるわけじゃないし、単刀直入に感想を言っただけ。そこのところよろしくお願いします。ただただやっぱりスパイシーで美味しいって感じだな。僕アンパンマン。
サンプラで買い物。今の時間3時46分です。駐車場ガラガラやな。結構ガラガラや、サンプラザ。なんかここでちょっと晩飯の用意して帰宅しよう。あ、もう嫌いな。これでいい。生はな。アジ、30% B。アジ食う？わしだけアジ食うわ。サンプラでカード作るとずっと水が無料で入れますね。わしら毎回これを4リッター入れて飲んでます。4時15分。ちょっとお腹痛いんで、これ、ダラニスケ、飲んでみたいと思います。サンキュー。豪華な刺身が上聞き。ただいまちょうど5時50分ぐらいかな、6時ちょっと前です。今日はまた締めはハウスコテージでシンプルディナー。何か作るわけじゃなく、単純にその辺のスーパーで買ってきた刺身とビールと焼き魚、これ煮魚や、あとタコ。ちょうど時間にして6時です。今から嫁さんと乾杯をして、今日一日終わりにしたいと思います。じゃあとりあえず乾杯。ビーン。ちょっと肌寒いですけど、一応ハウスコテージでゆっくりしたいと思います。それじゃあ皆さん、また。